皆さんこんにちは、新岡潤です。渡辺拓磨です。放送作家の勝男です。では本日も張り切ってまいりましょう。はい、バスケットテクニック。この番組は小中高生にぜひね、見ていただいて、テクニックを身につけていただいてですね、 B リーガーや NBA 選手を目指してもらえたらいいななんて思っております。はい、はいはい、バスケットのテクニックに特化した高級型レクチャー番組でございます。本日のテーマなんですけど、強いプレイヤーあるある。もうテクニックも何回もやってきて、はい、今日はトークで勝負しようと。イエス。そういうことでございます。 YouTuber 的にね、はい、YouTuber 的にトークでございます。強い選手、上手い選手、強いチームのあるあるとかって何かあります？そうですね、まあ僕の高校時代、はいはいはい、長く、まあ、田臥君と決勝やりましたけど、うん、まあ、当時それ田臥君とか入る前は、まあ、スタートもあんまりなかったんですよ、はいはいはい、でこれは3年だったら、うん、渡辺拓磨、おっがっつり一番天狗だった時特集されんじゃねえかよ。そしたら、まあね、1年生田臥君、まあね、藤井選手、若槻選手の人に入った、うん、でどんなやつだと思って、うん、こう田臥選手のインタビューがあったんですね、はい、そしたらなんかもっとみたいな感じで、うん、謙虚みたいな、はい、うん、それ聞いた途端、うん、あ、終わったのこれには勝てない、いい選手、謙虚って言ってた、これは結構手強いな。そういうメンタルだったらやばいなと思ったんで、はい、まあ、日本、なんでしょうね、こう日本人選手特有ではあるんですけど、うん、まあ、それが世界で、まあ、いいかどうかわかんないですけど、ちょっと元気な部分がなきゃね、ね、そういうところ出る選手はちょっと、まあ、ちょっとね、手強いかなっていう。確かにノリノリの時に元気とは言えないですよね。そうそうそう、だからその、ね、自分を客観にちゃんと見れてるっていう証拠だから、うん、その、そういうことを言える選手はやっぱね、手強いなと思って、もうこれは田臥さんの時代来るなってね、その時も。悟りました。なるほどね。あ、そういうのがありますね。いなければ、拓磨さんがそのまま。そう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 。いかがだったんですよね。やっぱり、そうまみされて。なるほど。いいところされてるな。そういう時代がありましたね。やっぱいい選手で心身ともになんですよね。そうそう、例えば、ね、それこそステファン・カリー選手、レブロン・ジェームス選手なんて、はい、本当に、あの、ファンサービス、まあ、あの人たちもトップ2じゃないですか。ファンサービスのトップ2だって言ってましたね。もう子供たちがサインしたら全部する。あ、そうなんですか。一方、ジェームス・ハーデンは誰にもしない。悪道です。悪道なんですか。あいつ悪道です。そういうのは。あ、ハーデンモデルですか。まあ、でもやっぱりいい選手たちっていうのは、心身ともにね、やっぱすごいですよ。真面目なんですか。うん、真面目。真面目だと思います。真面目だしね、あんまこう、自分を飾らないというかね、もう自然体な感じがする。そうですね。確かに。だってね、明石家さんまさんだってね、あの、全員に写真とか応じるって言いますもんね。それはちょっとお会いしたことないんですけど、やっぱりトップを極める人たちってそういう感じなんだと思いますよ。練習とかもどうなんですか？見てたりするんですか？やっぱ練習ですか？練習風景。あ、でも、基本みんな見ますよね。その下手なやつほど人の練習見ねえし、まあ確かに。みたいなやっぱありますよね。あ、そうなんですか、うん、で自分を見せることばっかね、なんかこう、そうそうそう、やらなきゃいけないとかあるから、そう。してるのはあるかもしれない。特に高校生とかはね。うん。やばいやつあるから、そっちはそう。そうそう。そういうとこは淡々とやっぱり。淡々とやる。ウォーミングアップだから。塩コートが超淡々とやってましたもんね。そうですね。まあ、淡々とも。人気あったな。あれありましたね。まあ、あれで作ってましたよね。コートにいると冷静だけど、なんかコート外だと、ね、結構こう、フランクとか、うん、そういう選手たちも多いから。あ、そうですね。逆にそうだったからね。やっぱありますよね。オンとオフのやっぱ、切り替えのうまさがある選手、チームは強かったな。強いですよ。ああ、そうなんですね。それはあると思う。その時はやるみたいな。そんな、なんて名前で言うとどんな人なんですか？その。ギャップですか？ギャップとか、まあ、そうですね。でも、渡辺拓磨さんだけど、僕の中ではそうでしたよ。やっぱ、ね。バスケット始めた時にウィンターカップ見て、で、わかんない、すごい選手だな、はい、でもね、ずっと拓殖大学行って、アルバルク行って、みたいな、まあ、同じ道辿ってるんですけど、はい、で僕なんかもう憧れの存在だったみたいですか、はい、あんまり田臥勇太とバチバチやってたわ、やめたくますみたいな、会ってみたら大したことなかった。おい、そんなもんですよ、ね、でもね、同じ道しか行くんです、年齢で言ったら、一回り以上。違いますね。結局、まあ、僕はまあ同じ人間なんでね、別にそんな何も差はないと思ってるから、うん、僕はこういろんな後輩にもタメ語でいいよって言ってて、うん、そうそう、でも全然その、まあ、ギリギリその竹内ジョージとか、あの辺ぐらいまではこう敬語で、いや、そんなこと言えないですって言うんですけど、うん、その下の、まあ、理想を対してこの辺ぐらいからもう、おーみたいな。おーみたいな。言われたら結構ムッとくる。そうなんだ。そんな感じでしたよね、当時で言うとね。そうそうそう、そのぐらい許せるぐらいの、まあでも本当に、それぐらいの人間性はやっぱり持ってるっていう。僕らからしてその下とかも、はい、高校の時とか、二個下とかはもう頭上がんないです、みたいな。今でももちろん。でもそれ以上下だと、お、坊主みたいな。
え？マジで、もう来るんですよ。全然でも、いや僕もなんか、ね、先輩にそうやっていい愛を受けてきたんで、僕らも全然。あ、そうなんですか。なんか腹立ったりとかして。でも上下、そういえばスポーツの世界なの上下関係みたいな。強いチームほど、そのいる時の3年間とか4年間ももうバチってあるんですけど、うん、終わったらもう、ないです。逆に。あ、そうなんですか。ないかもしれないです。人間性もバスケを通じて。絶対に。特にチームスポーツですしね。確かに、田村さんも言ってましたもんね。いや、本当に。バスケを通じて人間を磨いていく。間違いないです。まあ、やっぱりね、そのバスケットだけじゃないですけどね。うん、もちろん。こう、自分がこう人に対してやったことは、やっぱ自分に返ってくるんですよ。絶対返ってくる。それはまあ、いろんなチーム行って、いろんな、まあ、アルバルクが強かったけど、うん、そういろんなチーム転々として、まあ、そうじゃない時とかチーム上下今日とか見てくると、うん、やっぱそのね、勝ちない時にこう戦術の選手とか、コーチの選手とかね、関係の選手とか、そういうやっぱいるわけですよ。そういうことをやっぱしちゃうと、やっぱそういうことは自分に返ってきて、うん、こうキャリアをね、ちょっとダメにしちゃったりとか、そういう選手がいますからね、まあ、そういうのを見て、結構、ああ、こう自分に生かせないですよね、うん、自問自答を渡して、なるほどですよ、やっぱり、自分で考えた。その環境を選んでるのも自分だということを忘れるんですよ、みんな。本当に忘れる。それで人のせい、だから自分で決めたことであれば失敗しても糧になったりとか反省材料になって頑張れるんですけど、人のせいにしてしまうともう失敗でしかなくなってしまうんで、言い訳はするんですよ。言い訳はないです。だって自分が選んでるんだから、だったら自分で出ればいいじゃないみたいなっていう自問自答できてる人たちが強いプレイヤーや強いチームになるんじゃないかなと思って、それこそ僕アルバルク入った時、たくまさんに一発に言われた言葉があるんですよ。ちなみに入ってすぐに言われた言葉です。え、ちょうどプレーオフ前、その時に、あ、田山さん、はい、よろしくお願いしますみたいな言った時に、ジョイみたいな、はい、これが優勝するチームだから目に焼き付けとけよって言われたんですよ。それプレーオフ前ですよ。言ったっけな。言って、わかりましたって言って優勝したんですよ。へ、やっぱりチームとか、やっぱ選手たちを見てきて、これはもう勝てるチームだなって多分あったんですよね、先輩に。もう当時はすごい雰囲気も。ベックとか、ベック、そう、ベックとか、ベック。結局僕その試合出てなかったですよ。そう、出てなかったです。でもその当時はそのね、こう人の選手とか愚痴とかで言う選手全くいなかった。こんなことあるんだって言われながら、そう、私もこう見てたんですか。といってなんかプライベートですごいつるんだりとかするわけでもなく、まあそうなん、そう、まあわーわーするわけでもなく、こうやることちゃんとやって、でも仲は良くて、そう、みんな本当仲良かったです。すごい。本当強いチームや強いプレイヤーであればあるほど、意外とこうそういう分け隔てないというか、言い訳もしないし、結構自分と見つめながらもその個性でちゃんとみんなと入れるというか。一回まとまりました。はい。そんな感じでございます。ちゃんと戻ってきましたね。はい、戻りました。いろんな話になりましたけど、竹山さんもね、やっぱね、見てきてる人で、すげえなー、はい、そういう感じでございました。ちょっとなんかゆるっと喋ってゆるっと終わるみたいな感じでしたけども、まあ大事なことですよ。ちょっとゆるいのやりましょう、引き続き。はい、今日でもポイントとかありませんがありませんが、人間性でございます。はい、はい、自問自答を繰り返した人間は作られていくのでね。チームスポーツ通じて、バスケット通じて、人間性もね、スキルアップ、レベルアップ、アップデート、感じていけたらなと思っております。それでは、See you next time ということで、バスケットテクニック。